ただいまご紹介に預かりました、えー、坂田、えー、隆司えー、ジャックでございます。はい、えー、今日はですね、まあ、how to encode categorical features for GBDT ということで、まあ、あの、結構、あの、一般的な、えーと、内容かなというふうに思います。 はい。で、まずですね、まあ私のセルフイントロダクションということで、えっ、ー、と、まあ、あの、名前は坂田隆二と言い,いまして、まあ、カグルアカウントジャックジャパンという形です。パナソニックでデータサイエンティスト、兼、えー、リサーチャーをやっておりますということで、えっ、ー、と、先ほど、えーと、マークスウェルさんの、えー、平松さんの方でも紹介がありましたけども、カグルで勝つデータ分析の技術という本を一緒に書かせていただきました。 はい。で、えっ、ー、と、今年ですね、えっ、ー、と、6月に、えっ、ー、と、インスタントグラ,フィグラティフィケーションという、えー、コンペで、まあ、運よく、えー、ゴールドをいただいて、晴れてグランドマスターになれましたと、えー、いうことです。はい。で、えっ、ー、と、アジェンダですね。えっ、ー、と、今日はですね、まあ、あの、 皆さんご存知の方も多い,多いと思うんですけれども、まあそのカテゴリカルフィーチャーをどういうふうにエンコーディングしたらいいのかって特にあの GBDT、グラディエントブースティードデシジョンツリーに、えーとまあ、焦点を絞って話をしたいと思いますと。で、えっ、ー、と、それに関する、えっ、ー、と、まあ簡単にですね、実験を行ってますので、その結果とともにですね、まあその、それに関する、えっ、ー、と、まあ一つのインサイトを与えられればいいなと思ってます。はい。 で、まず一つ目、オーバービューオブエンコーディングテクニックスオブカテゴリカルフィーチャーズ。 はい。えっ、ー、と、一番代表的な、えっ、ー、と、カテゴリーのエンコーディング手法は、まあ、ワンホットエンコーディングと呼ばれるものですね。で、これは、えっ、ー、と、まあ、プロダクト ID という、えっ、ー、と、カテゴリーがあったときに、まあ、それを、まあ、各、えっ、ー、と、水準に、えっ、ー、と、一致するかどうかというのを、えっ、ー、と、01のフラグで、その水準の数だけ、えっ、ー、と、つける、えー、ものですと。で、これはですね、まあ、古典的な線形回帰であったり、えー、そういうものでは結構メジャーな、えぇ、ー、手法 方ですけれども昨今のですね GBD と,とかでは、まあ、変数の、えー、と数が爆発的に右側で増えてしまいますと特にあの水準の数が多い、えー、ハイカーディナリティと呼ばれる、えーとまあえー、カテゴリカルフィーチャーの場合はあの一気にその列の数が増えてしまうので、まあ、あまりやられることはないかなというふうに思いますはいでそこでですねえっ、ー、とまあこれはえっ、ー、とラベルエンコーディングまあえっ、ー、と えと、いうことで、これはあの GBDT でしかほぼ使われないえ形のえと方法かなと思いますけれども、まあこの例であれば、プロダクト ID をですね、ええと、辞書順で並び替えた、ええと、まあ順番で整数値に置き換えて、まああの、数字に変換するという形ですね。はい。で、 もう一つこれはですね、まあ、私がよく好きで使っている、え皆さんもおそらく使われていると思いますけど、ターゲットエンコーディングと呼ばれるものですと。で基本的な、えーとまあ、アイディアはですね、プロダクト ID ごとに、えー、とターゲットの平均値を計算して、でその平均値でもって、プロダクト ID に、えーとまあ、埋め、えーとまあ、置換するという形ですで。これは何をやっているかというと、そのプロダクト ID っていう、その各、あの、水準をですね、そのターゲットが小さいものから大きい順に並び替えた数字で置き換えているというところが肝であるふ、えー、というふうに考えています。ただですね、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、基本的なターゲットエンコーディングのアイデアはこのような形なんですけれども、ここには、えっ、ー、と、リーケージのリスクが、えっ、ー、と、潜んでますと。 で、例えばですね、あの、この、えっ、ー、と、例で示してます通り、例えば A2 っていうプロダクト ID のレコードが1個しかなかった場合っていうのは、まあ、そのターゲットの mean っていう、あの、平均値っていうのは、そのまんまターゲットの値が入ってきますと。で、その値でもってプロダクト ID を置き換えてしまうと、 当然ターゲットの相対がそのまま入ってきますのでこれは明らかなリーケージになってしまいますねとなので、えー、とこれはあのトレーニングデータでそのまんま、えー、とやっちゃうと結構あのオーバーフィッティングしてしまうようなことに、えー、つながりますで、えー、とまあそれを回避する方法は、まあえー、といくつかあるんですけれども、まあ、一番一般 あのまあ、一般的な方法はアウトオブフォールドでターゲットエンコーディングを行うことかなと思いますと。で、えー、とターゲットエンコーディングを行う時、えー、ときに、フォールドに、えー、例えばこの例であれば4つのフォールドに分割して、で、一番上のフォールドの置換、えーえー、を行うときは、まあ、その他の部分で平均値を計算して、 代入するとでそれを、えー、とフォールドの数だけ繰り返して、えー、と入れ込むというのが、まあ、一般的かなとでこれでその自分自身のターゲットの値っていうのは、えー、と考慮に入れてない状態で、えー、とカテゴリーを置き換えられるので、えーまあ、リーケージを防げると。 で、一方、テストデータに対しては、トレーニングデータ全体で平均値を計算して代入して問題ないので、まあ、その通りやるのが、まあ、一つの方法かなと思います。で、ここではちょっと詳しく述べてないんですけれども、このフォールドの数をあまりに大きくしすぎると、え逆に科学習してしまうという現象もありますので、まあ、そこはちょっと注意していただいた方がいいかなというふうに思いますと。で、 えっと、最近ですね、えっ、ー、と、まあ、LightGBM という GBDT のパッケージが流行っておりますと。で、えっ、ー、と、カテゴリカルフィーチャーサポートという、えー、機能が LightGBM にはありますということで、えっ、ー、と、まあ、これは何をやっているかというと、一番上に、えっ、ー、と、LightGBM の公式ドキュメントから、えっ、ー、と、そのまま引っ張ってきてます。The basic idea is to sort the categories according to the training objective at each split ということで、 その真ん中の部分の赤線引いてるところっていうのはですね、完全にそのターゲットエンコーディングの思想と全く一緒なんですね。で、何が違うかっていうと、あと e イーチスプリットっていうところですね。で、基本的に他のエンコーディング手法って、えっ、ー、と、そのモデリングの前に何かカテゴリーを置き換えて、それでしまいなんですけれども、ここではその分割を行った後、そのサブセットの中で見て、えっ、ー、と、順番を決めると。で、 えとさらにです、ね、まあ、このトレーニングオブジェクティブって書いてますけども、まあ、これはそのサム・グラディエントのことでして要はその学習がツリー1本目、2本目、3本目って進んでいくとこのオブジェクティブの目的の値が変わってきますとなのでその木が成長するっていうことと木の本数がどんどん増えていくことによってここのエンコーディングがダイナミックに変わってくると、まあ、そういう特徴がありますと、えー、いうことですね。 で、えっ、ー、と、まあ、なんですけれども、先ほどターゲットエンコーディングのところで述べたようなオーバーフィッティングのリスクっていうのが当然この l i ト g b m のカテゴリカルフィーチャーサポートにも存在するはずですと。で、なので、えっ、ー、と、公式ドキュメントはですね、えっ、ー、と、まあ、その、 かなりそのハイカーディナリティな、えっと、カテゴリ変数に関しては、まあ、ミンデータパーグループとか、キャットスムースとか、まあ、そういったパラメーターで科学習をえ抑えるということを、えっと、推奨しています。はい。まあ、ざっくりとこんな感じでいろいろと、えっと、 カテゴリカルフィーチャーのエンコーディング手法ありますと。で、その他にもですね、フィーチャーハッシングっていうハッシュエンコーディングって言われるもの、これはですね、ワンホットエンコーディングをそのままやっちゃうとあまりに列数が多すぎる場合に、まあ、それをある程度、まあ、重複を許してちょっと列数を少なくするようなものですね。で、あとはですね、まあ、フレクエンシーエンコーディング、あるいはカウントエンコーディングと言われているものは、えっ、ー、と、 まあそのカテゴリーがえーと何回出現しているかというそういう数で置き換えるという手法になりますと。でただですね、あの、たまたまその,あのカテゴリー A もカテゴリー B も50回ずつそのデータに出てきていたら同じ50でエンコードされるので、えーとまあ、そこが区別できなくなるっていう問題は当然生じますと。で、えっ、ー、と、 まなので私個人としてはあんまりフレクエンシーエフコーディングってやらないんですけどもまあそのレアなえとカテゴリーほどなんかターゲットが低いとかそういう明確にそのフレクエンシーとえー傾向があるような場合っていうのは結構役に立つかもしれないですけどまあ一般的にはそんなにえとそういう状況ってないのかなと個人的には思ったりしますであとはですねエンベディングえという方法でえ まあ、ニューラルネットワークだと、そのエンベディングレイヤーっていうものを追加できて、まあ、カテゴリ変数をそのまま入れて、よしにあの、まあ、えっ、ー、と、いくつかの次元のベクトルに直してくれると、まあ、そういうような機能だったり、まあ、あの、 自然言語であったら、ワードエンベディングっていうような、まあ、あの、すでに、えっ、ー、と、トレーニング済みの公開されているものがあったりするので、まあ、そういうので置き換えるというのも、まあ、可能です、ということですね。まあ、ざっくりと、えっ、ー、と、エンコーディング手法について、えー、紹介してきましたと。で、ここで、まあ、エクスペリメントドリザルツということで、まあ、ここからちょっと長いですと。 で、クエスチョンとしては、まあ、いっぱいそのエンコーディングの手法があって、まあ、特にですね、あの、グレディントブースティートデシジョンツリーの場合、あの、まあ、ラベルエンコーディングとターゲットエンコーディングっていうのが、まあ、かなり、あの、典型的には使われているのではないかなというふうに思いますと。で、まあ、ただですね、これってなんか使い分けたりする方がいいのか、まあ、どういうデータセットにはどういうエンコーディングがいいとか、そういうのがあったりするのかっていうのは一つの疑問ではないかなというふうに思いますと。 そこで、その疑問に、まあ、あの、まあ、一つの、えっ、ー、と、まあ、インサイトを与える、えー、ものとして、まあ、実験をやりましたと。で、ここではですね、まあ、シンセティックデータセットえー、まあ、人工的にデータを作ってますと。えー、で、何をやったかっていうと、まあ、カテゴリカルフィーチャーから、のみからなるデータセット、えー、と、で、あと、リアルバリュードターゲットバリアブルって書いてますけれども、えっ、ー、と、あとはその、 カテゴリ変数が、えー、とフィーチャーにあってであのリアルなその回帰問題を、えー、想定してますと,で、えー、とそれぞれのカテゴリカルフィーチャーには、えーとまあ、水準の数はです、ねまあ、その全ての、えーとえー、変数で共通として、まあ、その水準の,そのカーディナリティをあの操作してどういうふうに挙動が変わるかっていうのを実験では、えー、見ていますとで完全にそのどのカテゴリが割り当たれるか 割り当たるかっていうのはランダムに選んでいますと。で、えっ、ー、と、問題のターゲットなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、そのカテゴリー、各あのフィーチャーのカテゴリーに、えー、それぞれ、えっ、ー、と、まあ、実数値が対応してまして、えっ、ー、と、ターゲットっていうのは、それらの、えっ、ー、と、まあ、サム、合計と、それにランダムノイズを加えたものとしていますと。 言葉だけで、えー、と説明するとちょっと分かりにくいので、えー、ここに例を書いていますと。で、これはですね、まあ、えっ、ー、と、えー、と、カテゴリー変数の水準の数が A、B、C の3つである場合を考えていますと。で、えっ、ー、と、まあ、例えばですね、まあ、こういうふうに、その、えっ、ー、と、 変数の数が1から m まであったときに、まあ、それぞれに abc のどれかの値が割り当たっていて、例えば一番上のレコードだと、まあ v1 が b なので、で、裏ではこういうその、えー、とコレスポンディングバリューズっていう表があって、まあ b だったら -0.77 で、えー、次の v2 だったらまあ0.05とかいう表があって、で、そいつをえと全部合計して、さらにランダムノイズを加えたのをターゲットにしていると、えー、いうことですね。で まあ、あのこ,のこういったデータセットからそのターゲットをちゃんと予測するには、まあ、カテゴリカルフィーチャーをいかにそのエンコーディング、えー、してモデル化するかというのが、まあ、重要になってくるという設定です。 で、えっ、ー、と、まあ、今回の実験では、えっ、ー、と、トレーニングとテストそれぞれ10万レコードずつを用意して、えー、カテゴリー変数の、えっ、ー、と、フィーチャーの数25というふうに固定しましたと。で、えっ、ー、と、ワンホットエンコーディング、ラベルエンコーディング、ターゲットエンコーディングで、アライト GPM の、えー、カテゴリカルフィーチャーサポートを比較しています。で、ここで、あの、ターゲットエンコーディングで、そのトレーニングに、データに対して、えっ、ー、と、置、え、換、ー、を行うときの、えっ、ー、と、フォールド数は、えっ、ー、と、5にしています。 で、えっ、ー、と、モデリングですけども、アルゴリズムは l i ト g b m を使って、えー、ラーニングレートを0.05で、NumReaves をですね、ちょっと、ま、動かして、4から64までやってますと。で、ラムダ l 2は1で、アリストッピングは500で、他はデフォルトという形でやってます。はい。で、ここまで、えっ、ー、と、実験の前置きをしてきましたけれども、えー、次に、え結果を出します。まず、えっ、ー、と、ワンホットエンコーディングの、えこちら結果ですと。で、まずですね、 えとランダムノイズ、えー、今回はあの標準偏差3のランダムノイズを加えているので、まあ、セオリティカルリミットは大体3ぐらいですと。で、えー、とカテゴリカルフィーチャーの、えーとまあ、水準数カーディナリティが増えれば増えるほど当然、えーとまあ、その影響を全部キャプチャするのは難しくなるというのが、えーとまあ、見てわかるかなと、まあ、これは明らかに自明な、えー、と内容だと思いますと。 で、ただですね、その、まあ、ナムリーブズとして、まあ、4から64までやってるんですけれども、まあ、複雑な木を使えば使うほど、まあ、ちょっとですね、そのカテゴリーの水準が増えた時の精度の落ちっていうのが、まあ、大きくなってくるっていうのが、ええー、まあ、この、ええー、実験からはわかるんではないかなと。で、一番右はですね、あの、えっ、ー、と、 カテゴリカル変数の水準が20個ある場合で、まあ、1つの水準あたり5000点ぐらいのデータになっていますということです。はい。で、えっ、ー、と、じゃあこれをワンホットエンコーディングではこうでしたと。で、えっ、ー、と、ラベルエンコーディングとは他のエンコーディングではどうでしたかっていうのを次に示します。まずはラベルエンコーディングからで、こうなります。はい。で、ラベルエンコーディングの方が若干オーバーフィット としてしまってる。特にあの、水準数が増えた時にオーバーフィッティングしてる、しまっているかなっていう印象がありますねと。でまあ、ただ、その、えっ、ー、と、L、えっ、ー、と、水準数が4とか5で、あの、単純な気構造を使っている場合は、まあ、ラベルエンコーディングの方が若干精度が良かったんですけども、まあ、あの、 基本的にはですね、ワンホットエンコーディングよりも RMSE はちょっと、あの、悪く、全体的に悪くなってるかなと。まあそういう印象が、えー、今回ありましたと。はい。では次、えー、ターゲットエンコーディングいきます。で、ターゲットエンコーディングはこうですと。で、これはちょっと先ほどの2つのエンコーディングーとは違うかなと思います。えっ、ー、と、えっ、ー、と、水準数、カテゴリー変数の水準数が増えても、その、ナムリーブズによる、その、 えとギャップっていうのが、えー、と他の2つのエンコーディング手法に比べて、まあ、やや小さいという形になってますねと。で、えーとまあ、なので、えーまあ、when the cardinality of categorical features is high、まあ、要は右側ですね。で、かつそのコンプレックストラクチ c t ズオブツリーあのまあよりそのあの複雑な気構造を使いたい場合っていうのは、えーとまあ、ターゲットエンコーディングの方が よりベターな選択ではないかというふうに思います。逆にその3とか4とかの水準数だと、まあ、ターゲットエンコーディングではなくラベルエンコーディングとかオーハンホットエンコーディングでも十分、えー、遜色ない精度が出るっていうことですね。はい。まあこれがターゲットエンコーディングの結果ですと。で、次、LightGBM のカテゴリカルフィーチャーサポートを入れた場合です。こうです。 まあ若干そのターゲットエンコーディングで傾向に似てますけども、えっ、ー、と、ちょっと、えっ、ー、と、か、あの、カテゴリカル、えー、変数の水準数が増えた時の差が、ナムリーブズによる差が大きくなってますと。で、先ほどもう一度見せます,せますけど、ターゲットエンコーディングがこうで、ラ,、えー、とライト GPM のカテゴリカルフィーチャーサポートがこうですと。で、えっ、ー、と、シンプルトリーストラクチャーズを使う時は、 ライト GBM のカテゴリー株フィーチャーサポートの方が良くって、逆にその複雑な気構造を使いたいときっていうのはターゲットエンコーディングの方が、あの、まあ、科学習を抑えられると。まあ、そんな結果になってるかなというふうに思いますと。はい。 でまあ、それを数値で、えー、とここでごちゃごちゃ書いてるんですけども、ナムリーブズ、まあ um、が、えーまあ、48ぐらいで、しかもそのレ,あのレベルの数が大きくなってくると、ライト GBM が勝ってくると、でさらにナムリーブズがこれ、増えてるとターゲットエクオリティングが勝、えー、ってくるというような感じですね。と であ,っとあともう一つ面白いのが、ラーニングカーブです。えー、っとこれは、えー、っと水準数が20ずつある場合で、ラ、えーえー、ムリー物32で、えー、書いてますと。でまあ、ラムエルエンコーディングの収束は非常に遅いですと。で逆にターゲットエンコーディングの、えー、っと収束は最も早いですと。ライト GBM の方が早いかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとこれは意外にターゲットエンコーディングの方が、まあ、あんまり違いないですから早かったですねと。はい でまあ、ここにはそのラベルエンコーディングって基本的に、まあえーとまあ、2回スプリットすれば1個のカテゴリーを抜き出せるんで、まあ、基本的に決定義でちゃんとモデル化でき,できるでしょうという説明ができるんですけども逆に言うと2回切って1個のカテゴリーの傾向しかつかめないって極端に言うとそういう言い方できるわけですねで。逆にターゲットエンコーディングだと水準の数があ水準の、えー、順番がえっ、ー、とえー そのターゲットに関連づいて並んでるので、まあ、あるところで切ったらそこから左は全部、えー、と小さいグループそこから右が大きいグループっていって全体のカテゴリーの、えー、と傾向をつかむことができるので、まあ、当然効率的にモデルができますよね、まあ、そういう意味で収束は早いというふうにまあ言えるかなというふうに思います、はい、ではですね、まあ、さらに、あのー、ターゲットの水準を増やすとどうなりますか いうのは次の疑問ととしてあると思いますで、えーっと、ここで示しているのはラベルエンコーディングで、えー、っと水準数を200まで増やした場合です。先ほど20まででしたけども、これその10倍の200、えー、1個の水準あたり500データポイントぐらいですね。はい、で、えーっとまあ、左の方はナムリブズによる差ってあんまりないんだけれども、そのカテゴリーの水準数が大き キくなればなるほど、そのナムリブズによる差っていうのは、まあ、顕著に出てくると、えー、いう形になってます。で、じゃあこれがた、あのあ、ワンホットエンコーディングはちょっと変数の数が多すぎてメモリーに乗らなかったんでやってないです。はい。で、えー、っと、まあ、ラベルエンコーディングはこうですと。じゃあターゲットエンコーディングどうですかっていうと、こうです。で、えー、っと、まあ、かなり違いますねということですと。で、 ナムリーブズによる、えっ、ー、と、精度の悪化もほとんどありません。ということで、あの、基本的に、まあ、ここまで水準数が多くなってくると、まあ、明らかにターゲットエンコーディングの方が、まあ、まってくるという形ですね。で、えっ、ー、と、次、ライト GBM の方行きます。こうです。まあ、さっきと傾向は似てますねと。で、まあ、あんまりその差は開かないけども、ターゲットエンコーディングよりは、あの、上下に開いているという形ですね。はい。 ここは、あの、先ほどと同じような傾向ですね。まあ、で、えっ、ー、と、これを、ターゲットエンコーディングとライト GBM の、えっと、精度それぞれ、あの、縦軸、横軸で、えっと、ま、書いてみました、ということで、まあ、ちょっとわかりにくいかもしれないですけども、ま、あその、ナムリーブズが64とかになってくると、ま、ターゲットエンコーディングの方がよくて、<laughs> ナムリーブズ4とかだと、まあ、あの、ライト GBM の方がいいっていう感じです。はい。 これも n u m r e e s 4 8 1 6ぐらいまでは LightGBM、えー、の方がよくって n u m r e e s 3 2 6 4だとターゲットエンコーディングの方が勝ってると。まあ、そんな結果になりましたと。で、同じようにさっきと同じように、えー、とランニングカーブ書いてますとこれですと。まあ、全然あの話にならないですねっていう感じなんですけどラベルエンコーディングとあとイテレーション数4万を超えたところでやっと,、えーとまあ、モデルが終わると。 まあ、逆に言うと、そこまでいかないと、カテゴリーの,あの特徴全部つかみきれないと。でしかも、まあ、RMSM も全然大きいと。で、えーとまあ、ターゲットエンコーディングとライト g、PM まああ g ま m、あ、かなりあの、えー、とイテレーション回数が少ないところで止まってます。まあ、これだけだと、この2つの比較できないので、これを引き延ばした図をこっちに書いてますと。まあ、こんな感じですね。まあ、やっぱりターゲットエンコーディングの方がちょっと早い感じはします。はい でさらに上げていきましょうということです。で、えー、っともうこれ、一番右 <laughs> ですね、えーっと、水準の数5000とかにしてますと、でこれはです、ねえー、っと1個の水準あたり20ポイントぐらいのデータ数しかない場合、でこれ、明らかに見てもらったら分かると思うんですけれども、LightGBM のカテゴリカルフィーチャーサポートの方はですね、まあ、 そこまで大きくなるとオーバーフィッティングしちゃってて、あの、確実にターゲットエンコーディングに負けてるっていうような、えっ、ー、と、結果になってますはい。で、えっ、ー、と、まあ、数値で表すとこうですね、と。 で、えっと、まあ、1500か2000ぐらいを超えたところでもう常にターゲットエンコーディングがかかってるような感じですね。で、あとはちょっと、それこより上はちょっとナムリーブズ依存っていうところが、まあ、あるんかなと。で、さっきと同じように3ブ図書いてるんですけど、えっ、ー、と、まあ、なぜかですね、えっ、ー、と、まあ、L イコール1000 だと、どのナブリブズ使っても、なんか、ライト GBM の方がいいっていうポイントがあって、ちょっとこれ謎なんですけども、ま、1500を超えたあたりはですね、ま、ライト GBM の方、カテゴリカルフィーチャーサポートは、オーバーフィッティングしていって、ま、ターゲットエンコーディングの方が精度的には勝つというような結果になってますと。はい。まあ、ここまで、えと、ま、カテゴリの、えと、水準数をガーッと増やすと、 まあ、それぞれ挙動がどうなるかっていうのを見てきましたと。はい。で、えっ、ー、と、ここでまた別の疑問をちょっと投げかけてみますと。で、If there are many useless categorical features, how does the result change? ということで、えっ、ー、と、要はそのモデリングに役に立たないそのカテゴリカルフィーチャーがいっぱいある場合って、それ精度どうなるんですかっていうところですね。はい。 まあ、それを確かめるために、えっ、ー、と、25個の追加のカテゴリカル変数を、えっ、ー、と、まあ、くっつけて、要は、それはターゲットに全く影響を与えないやつ、あの、カテゴリカルフィーチャーを,をつけて、まあ、どういうふうに、その精度が、あの、落ちるのかっていうところを、えっ、ー、と、見てみ、えー、ましたということです。はい。まず、えっ、ー、と、ワンホットエンコーディングですね。 まあその右上に行けば行くほどそのえとカテゴリカルフィーチャーのカーディナリティが大きいところなんですけどえとで横軸がですねまあ先ほど示した結果で縦軸はその25個のユースレスフィーチャーを加えた時の RMC の値になっていますと。 で、あそこのその真ん中に書いてあるところの矢印の部分っていうのが、その25個の役に立たない変数を入れたことによる精度の悪化を示してますと。で、まあ、ワンホットエンコーディングだと、まあ、多少悪化ありますよねっていうことです。はい。で、えー、っと、まあ、ラベルエンコーディングでもやっぱり同じように、えー、っと、精度の悪化っていうのが、まあ、起こっちゃいますと、えー、いうことです。はい。 で、これは私も意外だったんですけどターゲットエンコーディングはほとんどあの値に違いがありませんでした要は関係のない変数が入っててもターゲットエンコーディングだとなぜかあのほとんど影響を受けないとそんな結果になってます。はい で、ライト GBM のカテゴリカルフィーチャーサポートはですね、まあ、これは若干やっぱりオーバーフィッティングというか、その関係ない非喩数からもなんかちょっとダ,ダミーの情報を拾っちゃって精度を落としているっていうような、まあそんな結果になりましたということです。はい。まあ、えっ、ー、と、ここまでちょっといろいろ実験結果を言ってきましたけれども、えっ、ー、と、まあ結論、えー、ここにまとめてます。まず、まあ今回のその実験データっていうのが、あの、特にあの、 一定の制約をかけているので、えー、とそこはちゃんと押さえておきましょうとまず、えー、と各そのカテゴリカル変数のターゲットに対するえ影響はアディティブですとまぁ、あ、家的ですということとフィーチャーインタラクション今回入れてないっていうことですねでえっ、ー、とあとはそのカテゴリカルフィーチャーのそれぞれの水準に対するデータ数が、まあ、均等に、えー、と分布しているイブにディストリビュートといった ビュートであるとまあ、そういったま家庭の下で今回は実験を行いましたと。とで、その結果まあやられた知見としては、まあ、あのこれは直感的にも皆さんあの理解しているところかとは思うんです。けれども、まあそのカーディナリティが大きくなればなるほど。まあその。 ワンホットエンコーディングとかラベルエンコーディングだと精度落ちちゃいますと。まあ、そのカテゴリーの全部の影響を捉えられないということで、まあ、ターゲットエンコーディングとか、ライト GBM のカテゴリカルフィーチャーサポートの方がまあいいでしょうと。で、さらに、えっと、カーディナリティが、あの、大きくて、一つの水準あたりのデータポイントが、あの、かなりち少なくなってくると、ライト GBM のえとカテゴリカルフィーチャーも、えっと、オーバーフィッティングし始めるということですと。 であと最後に示したのはですね、まああの、役に立たない変数、カテゴリ変数がいっぱいあっても、ターゲットエンコーディングだと、今回はほとんど悪影響は出ませんでしたというような結果です。まあ、一つの実験結果ではありますけれども、まあ、カテゴリカル変数をです、ねまあ、扱う上えで、まあ、何か参考になればというふうに思います。私からの発表は以上です。ありがとうございます。